手あげる。後ろ、後ろから。くぼったのボール。あ、こっちから。足合う。え、足合う。ここのボール、どうしてこっちからですよね。そこ上げて、で、これで、こうあるやん、はい、うん、こうしといて、こうやって打つ。へぇ、全然したことないです。どんな練習ですか。で、こうやってさ、ここに上げてもらうわけよ、はい、で、こうやって回って、こうやって打つわけ。地に打つって、こうやって、こうやって打つわけ。だから、それもやっぱり抜き方ですか。全部やます。で、普通に投げて、それができると、こうやってフォローで、こうやって打つわけ。こっちに打つってことですよね、うん、そうそう、ここ内緒だから、そうするとここがゼロになるわけ。打つとこが何ですか。すゼロ。打つところがゼロ。ああ、うん、そうか。で、こうやって、こうやって、ああ、ここまでゼロになるわけ。だからこっからここまでがもう最短で出てくるから。ゼロになる。はい、ゼロゼロ、100になるわけ。あ、ここが早いの。こっちに打つってイメージだ。うん、だ、吉田がその変形よ。でも今のバッターって、吉田なんか見てたらみんなフォローをガーンってここ持ってくるじゃないですか。うん、だいたい大谷なんかでもしたやんか、うん、打ち終わった。今こうやって言ってる選手いないですよね。でもまあ上げて落とすって感じですね。上げて落としてるの、うん、そうそう、こういうイメージか。あ、そうですね。やっぱ早く使えるよね、ここ。それもやらされたんですか。これもやらされた。スイングは速いから速くなるだろうね、それ、ね、そっちの方が ね、こういうなんで、体重かけるのにはこの辺、体重かけるのはこうやってこうやって、はい、片足ね、片足でこうやって、うん、ああ、僕らも片足でやらされました。それはね、体重移動。え、高めやった。それやりました。で、こうやって片足でやれって、はい、この辺ですか。はい、で戻るわ、こうやって、はい、ポーンって。で、このバットの体重とこのバットの勢いと体重をこう操作したわけ。ああ、はい。で、こう、でこれでバットに重さをつけるわけ。前に体重を乗らなくていいんですか。うん、こう、ここで逆に戻る感じですか。こうそうそう、こうしてこうやって戻るわけで、戻る感じで手を出す。そうそうそう、前に行ったら手出ないですもんね、うん、で、このバットの重さと体重が操作されて、こういうことね、ここが重たくなるわけ。でもなんとなくこう僕らも高め、間に合わない時にこう戻りながら打つっていうのがあるんで、うん、だから本当前行ったり後ろ行ったりするんですけど、うん、そういうこういう練習はしたことないですね。だからこうしてて、はい、来ました、高め、ポーンってこうやって戻るわけ。はい、こうやって、はい、ポーンって、はい、低めはどうやって打つんですか。低めは逆ですか。低めはこれが全部コントロールなんで、はい、低め、ちょっといいですか。来ました、ポン。ここで持っていく感じですか。これがコントロール、はい、はい、ボール捕まえました、ポン、うん、肩か、捕まえました、ポン、うん、で真ん中投げて、真ん中、これ捕まった、全部同じスイングしてるんだ、はい、だからここが勝負ってことですね。そう、右肩、そう、ま、前の肩ってことですね。そう、この入れてどこに入れていくかでもう大体の方だから、こうやってボール投げて、そうそう、1個でいいよ、はい、こうやってポン、あ、こうやってです。あ、なるほどなるほど。で、低めに行ったら低く入るだけで、で、アウトコース来たらポン、あ、こうやって返して、低め来たらはい、ドン、うん、でその延長線上で全部肩が来ました、ドン、肩がドン、はい、ドン。で、今度進化系とか方形があるやん、はい、そうするとみんな手を出さんやん、はい、でも球種は分かってるわけ、はい、そうすると進化系とホッケーに肩合わせてしまう。低く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 合わせといて、ポンとかって打つわけ。パッてポンと。で、そういう打ち方もある。でもやっぱりここが吉子さんみたいに柔らかくしてるから、ここの意識出てくるかも。そうそう、あんまこうやってたらあんまり出ないような気がして。もうだからこういうイメージが動かになっちゃうもんね。なるほど。動かしてるからなんとなくここが。だからピッチャーの人もそうやろ。はい、受けてて、はい、パッグッ。はい、いいピッチャー。まあそうですね、はい、やっぱ肩でもう目標作るやついますもんね、うん、バッターも一緒だと思う。両方さん引き出し持っとるわ。こういう片足のはね、やっぱりよくやらされましたよね、うん、昔の人の方がな、技術的にたくさん持ってる、うん、片足でね。だから今のやっぱあのウォーキングみたいなのやりましたよね、うん、もうやるのやりましたね、やったウォーキングは、うん、はい、前やこうやってドーンみたいな、うん、体重移動やね。今のコーチの人たちはやっぱりいろんなそういうものを教わってないじゃないですか。いや、そういう練習してないから。してない、してない。こうか。うん、違う違う。戻るんですか。こうトン。え、前に乗っていいんですか。こうそうそうそう。はい。この足をさ、戻る時に出ていくんでしょ。この足でこうやってこうしていいわけ。前。こういうイメージ。そうそう。わかる？そうすると体重かかってくるやろ。はい。
でそれでよーいドーンっていくわけ で高めをドーンっていくわけ。そうそう、へえ。で戻る時にドーンといって戻ってこう戻ったらあかんない、はい、ドーンったらこう戻る。なんでですか。こう行ってこう、あうん、そう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 、そうするとバッティングこうやってゴーンってこうなるんだよ。打つ瞬間にゴーン、こういう戻り方を覚えとか。そうですね、うん、右から左行って最後また右戻らないといけない。こう戻したらあかんない、ガーンってこう戻るんだっけ、後ろに戻るってこと。そうそう、いやすげえな、みんなそんなことやってんだ。ピッチャーがこうボール投げて上がっていくのと同じ意味。ああ、ほんと力入った時ほんま入れたらこうやってこうなるけね、うん、ガーンだ、はいはい、反発ですよね。こっちへ行かない、うん、ツイストのにも近い。またツイストまたね、これツイストは腰をどっちかというと回さないですよね。戻す、反対に、反対に動けです。反対にそれやったもんね、はい、ね、やるよね、やらされましたね。今の子なんかでも教えてできない。僕ら中西さん、中西さん、ドンってやるよね。そうアウトコースこう踏み込んで、うん、ケツ打つっていうね。あの手上げた時もこうやってカーンってやる。で山内さんケツを使うのよ。ケツ、そうね。回る時に、でも気持ちいいけどね、打つ音がね。グンって回す時にこのケツをグンって使う。このケツを使う。ケツを回せる、うん。ケツでかかったですもんね、中西さん。まあ、みんなでかいもん。でも高橋さんに一回聞いたら、高橋さんどこバッティング一番意識してましたかって、やっぱ俺は肘だなって書いてある、ね、まあ、こっちとこっちよね、ね、こっちですね、スッと入って。そうですよね、まあ、でもここは入らないと操作できないですもんね、うん、そうそうそう。だからこれがもうこんなところに入ったら絶対動かないですもんね、うん、だから今のやっぱり子供たちがそのコーチの人に内から内からとか言って全部ここへ、あ、ここにね入っていくんだ、うん、だから出てこないね、うん、一番簡単にこう上げたらいい、こう持つでしょ、はい、こうするやん。で右側こうやん、はいはいはい、でこれをこうしたらいい。こうしてこうしたら肘入ってる、うん、そうですよね、うん、そこにしか入らないですね。あ、そうか、ね、そうか、そう。でもなんか最初から入れてると打ちにくいですよね。打ちにくいよね。だからこっちもそうだけど、そう、僕もだから開けたい。いや開けた方がいいのよ、はいはい、だからこのヘッドを使うときに絶対パーったらこれ閉めてったらさっき言ったように開くんで、うん、こういうふうに開けてった方がいい、うん、開けるとこってポンって帰るんで、はい、ほんで掛布さんがそうよ、タン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 って言った時にゴンってこう返してこっちに来るわけ。こういう感じですね。そうそうそう、打てないですよ掛布さん。で締めれば締めるほど手首に力入ってくるから。あ、そうですよね。あったやん、ゴムで縛られてさ、昔はそうですよね、脇締めて、ね、あ、なんだめやな、ゴムで縛られてこうラインバックじゃないよ俺たちって何のために、でこうやって打たされてこうやって打ってるやん。ありましたね。でこうやって打って、その時はバッとこう出るやん。で取った瞬間なるよな、ズルズルなりましたよここ、うん、やらされたんですけど、やらされたやらされたよな、ここな結構あったね、昔はそういう機会があったもん。見たことあります、はい、そうですよね。あので実際にあんまり、ね、やったことないですけど見たことあります、うん、川でこうやってつながってるやつ、スラッガーが作ってたよ、はい、作った、あの川でバッティング矯正なんですね、うん、ここにこうかばってはめて調整してね、うん、まあ、ゴルフとかも今ありますもんね、うん、なんかこう脇締めてとかなんかこう全部なくなって、ね、まあ、同じような感じですかね。これ右左でこの右利きの握力のまま左やることで、例えばこっち鍛えた方が良かったら鍛えたとかってことあるんですか。いやだから鍛えるっていうか、もう僕らバット振って鍛えるしかなかったから、あ、ウェイトトレーニングとかほとんどなかったですからね。例えばその左も使えるようにするとか、そういうことって やるんですか。それはやりましたよね。スイッチ変わった時に全て左でやったんです。僕は言われてやったんです。だから例えば米粒お箸でこう掴むのもやったし、ご飯食事取るのも左でやったっていうのは。吉子なんかやってないですか。やってない。僕もやってない。やってない。やってない。結構やったです。宇野さんがポンポンってなった時に別に普通に左使えるようになったもん。あ、はいはい、え、使えるんですか。使える。箸も使える。それがすごい、すごい、全然できない。そんなマジで。そっちの方がいいってことですね。だから柴田さんが豆をこうずっとこうやってやったって言ってやったやん、うん、はい、やったことない。僕はやりました。全然、はい、それが良かったのかどうかわからないけれども。どっちの方が良かったですか。右と左やったら打席の中で。左ですよね。完璧。もう途中から左の方が打ちやすくなるんですか。うん、そう。へえ。ほんで左は打てなくなったら、はい、もう何来ても打てなくなる。右、あの、ごまかしできへんから、うん、もうロボットみたいなもんやから。まあ作ったものだからね、うんうん、
本当わかんなくなる、うん、手が出なくなりますよね。俺もそんなことなかったな。そうですか、うん。なあ、そうですな、もう、レベルが、いや、言って、レベルが低いところの話してるから別に俺はね。ただこれはないから、三十何試合も続けて。そうそうそう、山口さんに本当これですごいこうとかさ、はいはい、こうとかさ、はい、これとかさ、はい、もうあともうこの練習とか、俺も右手がすっごい強いんや、うん、だからもうこっち側でグワーで飛ばしたわけ、うん、だから利き手が強いってのはすごいやっぱ大事だと思う。前の手ですよね、だからね、うん、だからやっぱり僕らはやっぱり右利き左打ちじゃないですか、スイッチって。だからこっちの手の使い方も下手ですよね。まあまあそうですね、うんうん、ね、だからね、あの一番最初話したように、うんうんうん、ここに入れる、開けてね、うん、軽くシュッと入れる、どうしても弱かったんで。いや、そうですよね、僕らは絶対打てない。普通に使えるかってなったら打てるようになるって。いや、やればそれぐらい、うん、もうこれが動かんぐらいまでやれば、うん、こう毎朝こうなるぐらいまでやればお願いしますって本当みんながそうだったと思う。僕初めて知りましたけどね。僕も初めて知りました。だから結局今の選手もやればできるってことですよね。できるでしょ、ここまで、ここまでやれと。プロで生き残りたかったらやってみろと、うんうん、だからいつも聞かれるけど、スイッチ大変でしょ。いや、大変なことやったらできるんでって、うん、ここまでやるのが大変ですけどね、うん、でも昔はスイッチヒッター転向イコール猛練習っていうのはあったと思うんですよ、うん、でも今の時代はそこまでないんじゃないかなと、うん、結構今の選手も練習はしますけどね、うん、なんか週キャンプとか春でも結構練習量は長いですけど、うん、やっぱそんなに。いや、僕でもね、思ったことあるんですよ。左スイッチ変えて左ですんごい振ったんじゃないですか。もう数なんか感情できへんぐらい振ったんじゃないですか、うん、あれ左じゃなくて右で振ってことはすごいバッターになってたなと思うことしたら同じ量を右のままでまあそうね、別にスイッチにする必要なかったっ言っていいか。俺もそうだけど、ショーもリュウゾもそうだけど、久保さんに弾かれてるわ。そうそうそう、入らんって。え、そんな右は普通にいるから、だから普通にいるわけよ。まあなるほど、そういうことですね。だからショーと山田もいるわけど、普通にいるわけやから、うん、要はで、やっぱスイッチ行って初めてやっぱ左で足生かしたりとかみんな嫌がるバッターになったんで、うん、これが右だったらやっぱ。そうやもんね、あのこのまま小林さんに聞いたことあるけど、龍三も翔太もあのまんまやったら右だったら普通のプロ野球選手になってしまうから、終わってしまうから。確かに、やっぱり左の方が有利は有利ですもんね、まあ、野球っていうのは有利やろ ね、うん、ね、それはもう絶対、それはもう全然違いますよね、うん、だって俺さ、今回 WBC でもあるやんか、いろんなのがあるけど、はい、俺は歴代の一番バッターで試合したいね。あ、歴代の一番バッター、キャッチャーたまらんやろ。まあそうですね、はい、で一郎選手もそうやろ、はい、一番打ってんやろ、で福本さんやろ、うん、でみんなそうやん、で松永ひろみもいるやろ、はい、結構ホームラン打ってるバッターが結構いるの、一番バッターでも。で足が速い、全員一番。俺サイン出さんでいいもんね。そうですね。いや、でもサインなかったじゃないですか、ボランチで。俺たちじゃないからな、はい、サインないし。それないですか。もう走れたら走れです。行けたし、ずっと行かんかったら怒られるんですよ。それアウトになったら怒られないですか。お前そこで走んなよ、よし行こうって言って。最初のうちはそうだったよ、うん、最初に怒られたけど、途中からノーサインになってから野球の状況を読むようになってからも何もない。走らんかって怒られたことありますけど。そうそう、あ、いや僕は最初続けて2つぐらいアウトになるじゃないですか、はい、そしたらお前バカ、もう二度と走んなよ、2つも続けてアウトになるよ、普通だったらなるんでしょ、はい、うん、そのうちはまあ何も言わせないようにしてあるみたいな感じになるじゃないですか逆にね、はい、うん、あります、あります。そういうのあったし、高橋さんのもうほとんど足じゃないからね、うん、全部頭からやから。ああそうだ、うん、ヘッドスライディングで怪我してないでしょ。怪我してない。あ、何なんですか。あのベースにスライディング行ってないですよ。もう全部あのラグビーのタックルと一緒ですよセカンドとかショート大体高橋さん通る人がみんなひっくり返ってますよ、うん、ダーンでいくからスピードは緩まんないでしょうね、うん、僕らベース行くからスピード緩まるんですよ、うん、高橋さんも人間目がけてドーンっていくからでもね、怪我しなかったの骨折の小手ってあるやん、空手で、はい、こうこれを覚えたらいい、うん、小手をちょっとやったらいい、そうするとドンっていった時にこれを出さなくなるんで、うん、あれでもベースに行ってました。こうベースは行ってないけど、向こうに行ってたけど、でも人に行ってたんです。そうそう。じゃあもう小手そのままじゃない。だからでも怖くないよね。こう行ったらこう、うん、まあ、こう行ったら骨折する。確かに。でもだって行った時にグーってこれが立ってくれると、うん、こっちが
まあ、逃げるんで当たっても逃げる、はい、うん、ついちゃダメってことですね。ついたら後ろの方が速いと思ってやってたわけですよね。絶対速い、あ、そうですか。絶対速いヘッドの方が、あ、絶対速い、ね、足で行ったらアホイしちゃうんですよベースに、うん、ベースにスライディングしないといけないから、だからゆるゆるこの辺にベースがあるんだもん、常にヘッドスライディングしたら足にしては肩が悪いから、いや僕は脱臼の癖あったから気類、はい、も頭から帰れなかったです。怖いですよね、うん、あの16年間現役でやって頭から帰ったの1回だけです、気類で。で盗塁なんかでヘッドスライディングなんて守っててもヘッドスライディングありえないんで自分の中では、それぐらいもう脱臼の癖があったからダメだったです。足からファーストでも気類で脱臼するやつたまにいますもんね、だから気類も全部足から足で、気類難しいじゃないですか足、いやそれを徹底してやったのよ、はー、うん、まあ、リードがあんまできない、やっぱり足から戻ろうと思ったらあんまりできないですよね、うん、ちっちゃくなる、ちっちゃいですよね、だからスタートにすごくこだわって、うん、もう徹底してるんですよ、ね、もね、はい、足からだもんね、うん、あ、そうですね、あの、久保さん逆ですもんね、右が下ですもんね、俺たちは多分こうやね、久保さん逆です、そうやね、はい、で俺たちでもセカンド足振る時顔面がボールの方向いたんやね考えてみたらそうなんですよ